皆さんこんにちは。体改革浜田の鍼灸院の渡辺です。本日は風邪予防ができるツボを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。本日ご紹介するツボは風池です。風池は風と池と書きます。風には風という意味があり、池にはくぼみという意味があります。このツボを刺激することで風邪予防の他に頭痛、眼精疲労、肩こり、腰痛などにも効果があります。次に風池の場所とセルフケアの方法をお教えします。まずはじめに風池の場所です。風池の場所は首の骨をゆっくりと撫で上げていき、そこから外にゆっくりと進んでいきます。そうするとくぼみがありますので、そのくぼみの場所が風池となります。次にセルフケアの方法をお伝えします。先ほどお伝えした風池の場所を親指もしくは人差し指などでゆっくりと押していきます。3秒かけてゆっくりと押していき、3秒かけてゆっくりと離していきましょう。これを3セット繰り返していきます。最初は痛みが出やすいので優しくゆっくりと押していきましょう。ただいま初回限定キャンペーンを行っております。概要欄にホームページの URL を記載いたしましたので、ぜひそちらからご予約お待ちしております。最後にチャンネル登録と高評価お願いいたします。